闇の炎に抱かれてシュー。はい、どうも、最近ココイチのカレーにハマりすぎて気づいたら週5、6回行ってて、アルバイト店員よりもココイチ出勤してた男、カイトです。カレーには脳の炎症を防ぐ効果や歯の表面に付着している細菌の塊であるプラーク形成を予防する強力な効果があるそうですね。まあでもいろいろトッピングしちゃうと結構な値段しちゃうので、学生だと少しだけお高く感じちゃうかもしれませんが、僕はココイチおすすめですね。ってことで今回最近ネットで話題になった5時のせいでめちゃくちゃになってる画像に突っ込みをしていきたいと思います。まあ似たような動画が YouTube にあったんですが、がっつり突っ込んではいなかったので、新しい画像も少し取り入れて、今回リニューアルツッコミ動画としてお届けしたいと思います。それではどうぞ。 3.8 億人組が現金3円を奪う。まずリモート総人口超えとる。そして奪った額が果てしなく安いんじゃ。サインに対しての国民族の無駄遣い感がすごい。菊池涼介選手年俸3900億円。年俸の額どうした。3900億円って一生遊んで暮らせちゃうよ。うん、誰かください。金子獲得へ広島5億年20円提示。逆に安すぎか。バカなのかな。もう逆にコンビニ店に転職しなさい。期間2月28日、時間3時間目、1、2組合同、薬物の怖さや危険性、常習性について学習します。薬物ら薬物感じめしちゃってる。しかも5時の直し方が雑すぎる件について、なんか説明文もこの解釈でいくと、さあみんな薬物を身をもって直接体験してみようみたいになっちゃってる。高坂翔吾、趣味カラオケ、車を見ること、特技肉、好きな食べ物大野雄大。いや、ほぼなのかな。これ食べ物にあるってことはそういうことだよね。要するに野獣先輩しちゃうってことだよね。好きな野球選手広瀬すず、土屋太鳳。いつから広瀬すずと土屋太鳳は野球選手デビューした。女優がすごい方向に行ったため。で、一体彼女たちに何があったのかな。熊出没情報、午後5時10分頃、小坂町小坂寺立平付近で、通称樹海ラインの道路脇に体長約70メートルの熊1頭。進撃の巨人の貴公子ゴジラか何かだな。ちなみにゴジラと体長70メートルの熊を並べた画像がこちらです。あんまり違和感なかったわ。エースがチンコ対決、熱湯3時間4分147球目力尽きる。何を対決しとんねん。もう下の見出しが絞れたりしか見えないわ。新しいキャラクターが、主人公はこの2人、男の子男の子。いや、選択肢が男の子一択。いつからポケモンの主人公選択が男かオカマしか選べなくなった。万引き撲殺、シンプルに極端すぎないか。逆に万引き愛の対処が乱暴のレベル超えてて、警備員さんが捕まらないか心配。ご注文はうなぎですか。いや、いつからうなぎ屋さん始めたんですか。このアニメの正式なタイトルは、ご注文はうさぎですかなんですけど、俺の名前はうなお。現在23歳で大学を卒業後、エリート企業に勤めるサラリーマン歴1年の男だ。よーし、今日も仕事終わった。最近残業多いし、部長の説教も多いし、毎日大変だよな。家帰っても一人だし、料理作るのめんどくさいから、久しぶりにすき家でも行くか。いらっしゃいませ。じゃあネギ玉牛丼大盛り一つでお願いします。はい、かしこまりました。ご注文はうなぎですか。いや、ちゃうわ。くらい、この間違いはギルティ。ビエール使用の疑いでコカイン滝容疑者を逮捕。ビエールの使用の疑いって何。最近のネタぶち込んでくるのやめー。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。